アレティウムの戦いは、共和制ローマ時代に行われた、ローマ人とおそらくセノネス族の一部であろう北、イタリアのガリア人との戦いである。詳細な記述で知られるリウィウスの書物が完全な形で残っていれば、資料に困らなかったろうが、この戦いは古代ギリシアの歴史家であるポリビオスの記述にしか明確な言及はなく、しかも他の出来事のおまけ扱いで、 アッピアノスに至っては全く言及していない。ポリュビオスによれば、不特定多数のガリア人がアレティウムを包囲し、救援に駆けつけたローマ軍をも打ち負かしてしまった。司令官はこの戦いで命を落としたプラエトル、ルキウスカイキリウスメテルスデンテルである。デンテルは、紀元前284年当時は、失聖官であったため、紀元前283年の出来事と考えられる。ポリュビオスは、 デンテルの公認者をマニュースクリウスデンタトゥスと記録している。彼はローマ人の捕虜を解放するよう交渉しようとしたが死者を殺されてしまった。ローマは新軍、セノネス族と遭遇し激戦の末打ち破った。セノネス族は北、イタリアに住むガリア人の部族である。ポリュビオスは非常に一般的なガリアという用語を使っているが、ローマ人が 北イタリアのマリア人支配領域に名付けたガリア、キサルピナを意味していた。この激突は、アドリア海に面したアゲルガリクスで行われたと考えられ、ポリビオスは、ローマ人は、セノネス族の領地を侵略し、大多数を殺して残らず、追い払い、植民地、セナガリカを設立したと書き記しているが、この戦いの指導者については明記していない。彼はまたこうも記している。 ボイ族はこの時、セノネス族がその領土を追われるのを目撃し、彼ら自身もまた同じ運命をたどるのではないかと恐れてエトルリア人に救援をこい、全軍でもって出撃した。連合軍は上着門湖近くでローマ軍を攻撃したが、大部分のボイ族が逃げ出してしまい、エトルリア軍は壊滅した次の年、ボイエトルリア連合軍はローマ軍と再戦したが、 ンプなきまでに叩きのめされ、完全に心を折られてしまった彼らはついに死者を送り、条約を結んだ。アッピアノスはイタリアでのローマとガリアの戦いについて、また、カエサルのガリア征服についても書いているが、彼の著作は断片的にしか残っておらず、十分な情報とは言えない。彼はこの紀元前283年の出来事についても記述してはいるが、 場所までは特定してくれていない。彼の記述は、ローマの大使に降りかかった出来事と、アゲルガリクスに対するローマの施策に集中しているからである。アッピアノスによると、ローマはセノネス族だけに特別な使者を送っていた。セノネス族がローマと和睦していたにもかかわらず、反ローマ勢力に傭兵を提供していたため、それに対する抗議の使者であった。 先のエトルリアとの連合時に、ローマに父を殺されていた、ガリア人のブリトマリスは激怒し、死者を殺してしまったとアッピアノスは記しているが、実は死者は囚われていた。彼の蛮族に対する偏見の現れであろう。ブリトマリスは清掃した上で死者を切り刻み、地にばらまいたとも記している。紀元前283年の執政官、プブリウス・コルネリウス・ドラベッラは、 サビ二両とピケナムを経由して、アゲルガリクスに急行し、一剣でもって、セノネス族をことごとく征服し、女子供は奴隷に、男は例外なく、殺し、彼の地をあらゆる手段でもって荒廃させ誰一人住めない、土地としたアッピアノスはこうもつけ足している。その後、故郷を失い傭兵となっていた、セノネス族は、勇敢にももう一人の失政官ドミティウスに、 立ち向かったが敗北し、絶望の挙句実決した。アッピアノスの記述は、はっきりせず紛らわしい。彼は、アレティウムの包囲と戦いを、大使の事件と何ら関係つけておらず、どこで、ブリトマリスと会ったのかも書いてくれていない。彼の父がエトルリアとの連合軍で戦った際、ローマに殺されたというのが事実であれば、先の戦というのは、ウアディモン子の戦いであろうと思われる。 その次の戦いについては、ポルビオスが、エトルリアガリア連合軍が再戦して負け、和平を求めたとした記述と、アッピアノスの書いた、セノネス族の再戦はおそらく同じものであろう。しかしながら、ポルビオスが、このエトルリアガリア連合軍との再戦を紀元前284年としたのに、対し、アッピアノスはこの再戦を紀元前283年の、もう一人の失政官、 グナイウス・ドミティウス・カルーイヌス・マキシムスの勝利としている。アッピアノスによる再戦の記述に、ボイー族は登場せず、そもそもガリア人単独だった、アレティウムの包囲も戦いもなく、従って、ローマ人の捕虜もおらず、死者の目的も違っている。どこで戦われたのかという記録の欠如は、問題を複雑化している。ポリビオスとアッピアノスによる事件の順序に、食い違いが見られるからだ。 テキサステック大学のフォーサイス准教授は、アレティウムでローマは敗北を被り、司令官一人と七人のトリブヌスミリトム、一万三千人の兵士を失ったとした。彼は、この結論を筆法の聖アウグスティヌスとパウルス・オロシウスの著書から導き出している。しかしながら、この二人が書いたのはこの戦いから七百年以上後の五世紀、 前半であることを明記しておかなければならないだろう。彼らはキリスト教の聖職者であり、この戦いについて書かれた二人の著書はそもそも異教時代には多発していた最悪が、キリスト教によっていかに改善したかを示すのが狙いであった。オロシウスはアウグスティヌスに勧められて異教徒に反論する歴史を書き上げ、その内容は神の国と告示したものとなっている。 彼らは、ルカニア人、ブルティウム人、サムニウム人、エトルリア人、そしてセノネス族の大連合について書いているが、ありえないことで、サムニウム人、エトルリア人、ウンブリー族とセノネス族の連合であれば、この十数年前の第三次、サムニウム戦争中に実現している。これらのことや彼らの目的を精査すると、記述の信憑性には疑いの余地があり、さらに付け加えると、 その年の失政感については、くれているものの、アレテュームの名は登場しない。ありがとうございます。